도나 모디네모 미고토지야. 게임은 이스템. 아, 알았어. 머리는 이런. 아, 알았어. 머리는 이런. 아, 알았어. 모디브리본은 아날로그 스틱 1本을 使って 모디를 書き マップで 読んで 遊ぶ ゲームです. それでは 早速 모디브리를 見ながら 遊び方を 覚えましょう. じゃあ、行くよ。 何にもしないで。 これ、 モジブリ。 墨が溺れてもったいないから 真面目にやりなさい。 ここを下ろす。 そうそう。 筆下ろし門に向かって筆を振り下ろします。 ここで下ろしっぱなしで文字を書く。 筆を下ろしたままで文字を書きます。 ここで下ろしっぱなしで文字を書いて途中で上げる。 途中で上げてしまうと文字が途切れてしまい、 もう一度書き直しとなります。 ここで下ろしっぱなしで文字を書いて途中で上げるに終わりで上げる。 そうですね。 しっかり雲の終わりまで文字を書き切ってから筆を上げましょう。次は上手な達筆文字の書き方です。アナログスティックの動きをよく見てください。上げ下ろすと達筆文字。ほほう、一旦上げてから下ろすと上手に書けて粋なご褒美がもらえるわけですね。 上げっぱなしで下ろすと虹に文字。あらあら、これは強すぎて墨の無駄遣い。下手ですね。上げないで下ろすとかすれ文字。これは弱すぎて読みにくい。超下手ですね。そんで輪っかの文字を全部書いたらここで上げてジャンプ。現れた飛び移り門のところで 筆を上げてジャンプします。では、文字ブリボンの上手な遊び方を続けてみてみましょう。ここで下ろす。ここで下ろす。ここで下ろしっぱなしで文字を書いて途中で上げるに終わりで上げる。上げ下ろすと。 文字を全部書いたらここで上げてジャンプ。それでは文字ブリボンの遊びをごゆるりとお楽しみください。今は昔、 神様の書き損じの墨田部より文字ブリという男の子が生まれました。文字ブリは来る日も来る日も文字を書いては楽をして楽しく遊んで暮らしていました。はじめ。 머리 바카 바카 머리 원이 되는 이 그래 보더리
文字は書いており文字は変わったのに流派を名乗らずの話だ。飛び上がりだったがかせぬうまく決まればナイスゴール。ポジブに守るその影だった。落書きの中飛び出したばっか。ぐるぐる回す触れないくらわりエネルギー源の不良がわり。僕もじぶり押しぶりぶり踊り出せば捨てるなりふり。食べた味わい悪い恥だい。それが文字ぶり目指す生きがい。文字は変わった文字文字色が出すか。それがわが文字。神々の道まだまだ遠し諦めるな授業は厳しい。あいうえお腹がしみぬるを立ちつせつせと常ならぬ。なになにぬねのけつこえてまみぬせるかがえひをせぬ。ここらあたりの文字が全部書いたところあたりの場所を探した。心残りも今はもうないな。ここらで一つ旅に出ようか。ありとあらゆる宇宙すべて僕は書きたい。この手差し伸べ荷物取って持って探してみっか。世界の地図にと書いてあるわっか。文字ぶりここにあり。かくして文字ぶりはこの世のどこかにあるという真理の輪っかを探して修行の旅に出ることにしました。はじめ。
ちょっと待って。結局モジブリは大きな筆を1本と団子を10個だけ持っていくことにしました。はてさて、この先どんな困難が待ち受けているのやら。はじめ、刀や大きなワシに励まされ、一人旅を続けるモジブリはやがて大きな町にたどり着きます。町はたくさんの人や物で大にぎわいです。さてそこで、お山育ちのモジブリに町のラッパーギャングたちに負けない超ベリークールな掛け声シャウトを教えてあげてください。カモンベイビーやレッツゴーのような、なるべく威勢のいい言葉が良いですね。
始め。文字無理、たどり着く街、素晴らしく、朝日輝く土地。あちこちに、ぐーぐー鳴らすとはギャング、カタカナ言葉なに、ヘリユー、どこの、何に長い、手原ユーフロム、ハリガリ。君たちパーティー、どうないと、お前、スタイル古いで、あんもないと。カモンなんて呼ばれてみて、そんで、フォロー、ユーなんて拾ってみて。いろはマスター、気分ノリノリ、ちゃんとするよ、よよよよよよより。エブリナイト、エブリデイリバリ、エニバリ、ナイスバリバリバリ。これがモテる、ラップ、イングリッシュマジリ、意味もわからぬ。ぜひおう、ぜひ待って、ぜひおう、見てるよ、かけるかかけるほど。英語なのジブリナンバーワン、スパラッパラッパー、すごい一番。おう、もうジブリ、なぜか虚しい、そのそぶり。おう、心揺さぶり、夢中になれるもの、忘れたふり。続けるしかない、他にない、バッドボーイなら仕方ない。カッコならいる、見るなレペゼン、みんな見つけくと色話すか。ぜひゴー、ぜひワット、ぜひヨーゴー、から回りしてる、ヨーヨーのロー。メガネがのジムに地獄やウェリ、厳しい戦いまるでやウェリ。街に染まり、暮らし簡単、ご飯たくさん、食べぬばっさん。それでだんだん、普段たくさん、心に弱か、そらかうらん。一歩一発、人気爆発、増やすお金は、まるで財閥。それでだんだん、気持ち殺伐、心に弱か、忘れてるわず。斬新なシャウトで一躍街のスターになった文字ブリは、修行のことなどすっかり忘れてしまったようです。そんな文字ブリの前に現れたのは、はじめ。綺麗な生き方の温泉旅館、メモライブライブライブ、忙しくライブライブ、食べる新規地区、へっへへあはは、すぐふりり、わけのわからんジャックばかり。むっくどやら、あやどやら、ちょっとゼリーをこう、よよよりよよよりI'm sorry.
泣いており。この時現れたメル。まとめたウジウザである。もじむりだと、メモリーある。はるばる横からここに来はる。この時現れたメル。震えるもじむり、立ち上がる。頭の先から吹き出す容器上部の時本気出す時おろおろしてた打ち合う上機手間となる事故どんな変わり子持って見えきた直後は2個手間となる事故その名の文字子ただめ変えるルールはどこが事故かくして、モジコに一目惚れしてしまったモジブリは、モジコにラブレターをしたためることにしました。さてそこで、モジコの心をぐらっと揺さぶる気の利いた口説き文句を、口下手なモジブリに教えてあげてください。はじめ。気持ちが高ぶり、
おかしな言葉を連発してしまった文字ぶりでしたが、どうやら文字子は、そんな文字ぶりのことを、とても気に入ったみたいです。さて、そんな文字子とは、一体、文字子と出会って自分を取り戻した文字ぶりは、文字子と共に再び真理の輪っかを探す旅に出ます。さてそこで二人の旅の無事を祈って、おまじない好きの文字子にまじない文字を送ってあげましょう。もちろん御利益抜群の漢字が良いですね。Yeah!
지どうさわれなく、あきになく、なんとなく、くいつなく。それじゃ、自由に行こうか。かっこいいね。行き当たりばったり、どこにあなったり、どこにつがり、どこにあなったり。真理の輪っかを探して旅を続けるモジブリとモジコの目の前で突然何かがピカッと光りました。果たしてその光の正体やいかに。行こう、リュウル最高。
秘密の書きつけの石。この石に書きつければどんな文字でも遊べちゃう。ちゃんと書くべし、書きつけるべし。それからというもの、文字ぶりと文字子は暇さえあれば書きつけの石にいろんなことを書きつけました。でも、それが原因で少し困ったことになってしまいます。の胸の内をすっかり見せてしまって、文字ぶりと文字子は一層仲良くなれたようです。そんな二人を待つ次なる試練とは、はじめ
花たちが見る。よよよいよよよい、まるで忍者たちが結構ぬくんで笑う。みんなみんな、種で一息ついたのもつかの間、さらなる試練が文字ぶりともじくを襲います。そう、ついに文字ぶりの旅の中で最も恐ろしい出来事が。はじめ、これで、ただひたすら人形にはあの大きな橋が飛んでる。そのうちすごく見下ろす先、遥かな山麓。うん、これが見ますか。地面にはあの月のど真ん中、それともきらめく星たちの中、あるいは私の涙の中。地元グラムの脇女性、くぐりになり、思わぬ悲鳴と泣ける。山の斜面の光、二つの絵玉がそこになり。体に来ます。空に近づく。
大地を揺るがし、ついに姿を現した幻の超巨大ロボット、恐れ団1222。その手に持った高層ビルのごとき大筆を振るい、この地球に何をもたらそうというのか。さてそこで、 超巨大ロボット、恐れ団1222の登場を記念して、恐れ団の使う超必殺技の名前をつけてあげてください。ゴゴゴゴ。 滝の如く積み重ねながし、好きなものが恋もに転がし山形の奥、荷物で埋めたち。ベリーゴロジキハワユーユー、恐れざん、ジュ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 。一つ見せた必殺技、ずっとだぞ真剣。 声ごとに混ぜて新聞パックタンゴルフモダンゴツテスロック。大色に目覚めもたば一人で100人力を全部カバー。わしのパワーはダイナマイト中恐れざん。ジュ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 。 水で霧の通ったり、そこの二人きっかり、あっちなり。おもろろ、もろろ、だよ、おそれ山の物語のフィクション。私、冬は自分で出し、二人、育ち、未だに腹地。 誰にも会わずに抱く自己流恐れざん。ジュ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 。めったが正しい打撃で、引っかかったのはざわざれ。重量、縮んでも意見不能が迷う人とまでもなく起用。 投げることが変化でも、ちょっと恐れざん。ジュ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 。こっちは春を初めまして、アクス。しまちょ、うれもがして。おもろもろろ、それがちこそ、そなたらがのぼりちやまなるぞ。 元はこそちょっと、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 ちょ
ソネジャン1222地球1。なんと、恐れ山もまた、書道家ラッパーの道を極めんとする修行者でした。運命の出会いを果たした3人は、お互いの腕試しにと、ラップ合戦を始めます。さてそこで、あなたもこのラップ合戦にぜひ参加してみましょう。あまり難しく考えずに、好きな言葉を書いてみてください。のつかない勝負を一旦お預けにして、3人は気になる心理の悪化のありかについて知恵を出し合うことにしました。早速、電脳恐れ団に明暗が浮かびます。もっと素早い計算にきっと人類の悪
また機会があるところに寄れば好きなんでのそれが地の図に乗って超ウルトラの試験ドリゴのリムリ大機嫌の声と知らず空の彼方へよろよろよろよりマイクチェック聞こえるか宇宙ロマンチックドリゴのリムリ大機嫌でドリゴーチャグうん、地の彼方へなんだらだら光の機嫌で駆け回りたくなるビューティフルネリジャンプに突然恐れ弾の超必殺技で月面着陸を果たした文字ぶりとも事故でしたが、そこでも真理の悪化は見つからずじまいでした。そして文字ぶりとも事故はさらに奇妙な場所に足を踏み入れてしまいます。かくんだもん。で、地球から帰ってきた。はだち、いえ、ドリルにおしゃれ、払って、ドライバーは便利ですね。宇宙タクシー、ずいぶん走った。かけやぶだらけの家の裏には。木の季節、世界の季節、こいつは、メリートの中を出る打つ。うるうる、水が軽いが、はじくに家が冷たい日が。うるうるうる、水がいつ軽いが、はじくに家が冷たい日が。白い、潮流の、見る仕方る道、白線と。白い、白い、白い、潮流の、見る仕方る、ある白線と。おお、ひびくごやな。言葉が濡れてくずんてやな。おうおお、ひびくびくごやな。言葉とは濡れてくずんてぬてやな。もじぶり、ひびと言ったの。それともいるのにと言ったの。もじぶり、ひびと言ったの。それともいるのにと言ったの。ミルゴリゴ、ウミズラミルゴンジルゴ。どこだどこどこでミルゴリゴ、ウミズラミルゴンジルゴ。困った、二人迷った、ひびきの迷宮に放った。困った、困った、二人迷った、ひびきの迷宮に放った。やめてよ、これまのみで。やめてよ、これ。
ノリ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 ノ
恐れ団の助けにより、モジブリとモジコは無事に迷宮を抜け出すことができました。モジブリたち3人は旅を続けますが、心理の悪化は一向に見つからず、ただ歳月のみが過ぎてゆくのでした。恐れ団はいくつもの春夏秋冬を共に過ごしました。そして長い長い旅の末に、いつしか旅の始まりであったモジブリのふるさとに帰り着いたのです。そこではあの年寄り刀や大きなワシがモジブリたちの帰りを待っていました。おう、まずの人形で、おう。
君が諦めなかったらなんて君のわずか。 現れるなり。 いろはマスター殿、 あなたは頑張ったので、文字ブリボン100段となり、得5000点が与えられます。 さらに、勝手3人には、より位の高い筆が与えられます。 あっぱれ。 文字ぶり、鍛え抜いて。
作です。いてもじこ泣いちゃう。恐れ山無念残念ネソネソダラダラダメダメ楽楽書き付けは完成完成あんた下手ねポンコツね短足ねあんポンターンはじめが飛んじゃう愉快な音楽が潜んでるだよ。なんかで撮った写真がどんどんペタペタモリンモリン10アクションゲーム早変わりもちろんサウンドトラックもある